演舞開演。どうも、本日はこちら、マルハチかまぼこというお店の天ぷら盛り合わせというものを食べてみたいと思います。でも天ぷらって普通ちょっとこうエビとかを膨らませてあげて白い衣のやつを想像するんですけど、これはどう見ても違いますよね。見た感じはかまぼこという名前通りの練り物、もしかしてシュードーナツのようなご当地エグルメの上独特な意味合いが持っているのでしょうか。まあ何にせよ美味しそうなので食べてみたいと思います。いただきます。確かにそうですね。でも美味しいです。外側のハモの練り物特有のちょっとした歯ごたえと中のごぼうのシャキシャキとした歯ごたえ、どちらも美味しいごぼ天でした。続きましてはこちらを食べてみたいと思います。平天かな、これは。いただきます。普通に食べてるだけですね、これでは。平天なんですけど、ただの平天ではなくて中にタコか何かが入っていますね。ちょっと違った歯ごたえがあります。続いてこちらがスタンダードな平天でしょうか。いただきます。これを一番最初に食べるべきだったんでしょうか。予想通りこちらがスタンダードな平天でした。淡白であっさりしていてとっても美味しいです。おでんとかお鍋に入れても美味しそうです。うまく馴染んでくれそうですね。こちらも平天っぽいんですけどちょっと色が濃いんですよね。こちらも食べてみたいと思います。いただきます。こちらの白はゲストがいますね。こちらはちょっと中に何かジャリジャリとしたものが入っていますね。おそらく玉ねぎだと思うのですがちょっと分かりづらいです。ジャリジャリとした食感はとっても美味しくいただきました。続きましてはこちらです。昆布でしょうか。なんとなくそういうイメージある。いただきます。コリコリっとしていてまた違う味わいがありますね。はっきり昆布と断定はできませんが、ちょっとコリコリとした食感があってそれっぽい雰囲気がありました。他にキクラゲとか、とりあえずそういう系統のものですね。美味しかったです。最後はこちら、もう見た感じで中に入っているのは何か分かるのですが食べてみたいと思います。いただきます。おお、最後に一番好きなのが来てくれた。はい、最後の予想通り紅生姜でした。紅生姜の程よいピリッとした刺激やハモの天ぷらの程よい淡白さとマッチしてとっても美味しかったです。個人的には一番好きです。一番最後に一番好きなのが来てくれて嬉しいですね。どの天ぷらもハモは淡白で素材の味を邪魔せず、その上で厳選された素材が使われておりとっても美味しかったです。お祝い事やお鍋なんかには絶対おすすめですね。お祝いって練り物のお祝いというのもないか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。次はハモのお刺身とか食べたい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。